競馬女子白雪のラップ分析重賞予想。皆さんこんにちは、競馬女子白雪です。この動画では今週末の重賞レースを一つ取り上げて予想していきます。白雪の予想スタイルは過去の走破タイムやラップの分析が中心です。重賞予想の他にも競馬の楽しさをゆるくお伝えするような動画をアップしていますので、皆さんにはのんびりまったり見てもらえると嬉しいです。まずは先週の結果を振り返ってまいりましょう。 G3 共同通信杯、残念な結果になってしまいました。黒三角に挙げたパワーホールは9番人気で3着と期待に応えてくれましたが、本命のベラジオボンド、対抗のショーマンフリードはどちらも着外に沈んでしまいました。期待していただいた皆さんには本当に申し訳ありません。時計を振り返ってみると思った以上に極端にはなったものの、スローからのラストサンハロン戦という想定は完全に読み通りでした。特に9番人気のパワーホールは後ろを離して直線に入れれば面白いとお伝えしていたので、まさにその通りの結果になったと思います。ただ本命のベラジオボンドについてはスタートで出遅れて挽回しようとしたところでかかってしまい、4コーナーでは7番手から追い出すというなかなか悔しいレースになってしまいました。ペースの上がる前のラスト4ハロン地点で位置取りをもう1列上げてほしかったところですが、まだキャリアも浅いお馬さんですから難しかったのかもしれませんね。ただ力で負けたわけではないので、次走での巻き返しに注目したいと思います。それでは気持ちを切り替えて今週の予想に参りましょう。今週は G1 フェブラリーステークスを予想していきます。いよいよ2024年最初の G1 レースとなります。舞台は東京競馬場のダート 1600m。 レースの想定はご覧の通りです。馬場状態は寮のタフな馬場、勝ち時計は1分36秒0、ペースはややハイで最速地点はスタートから2ハロン目で11秒4としました。まず例年の傾向ですが、フェブラリーステークスは過去10年で見ても0秒5以上の後継ラップになったことは一度もなく、持久力の勝負になることが多いレースです。また今年の馬場状態ですが、東京のダートは結構時計がかかっている状況です。先週のバレンタインステークスの勝ち時計1分24秒0はやや重でありながらも過去2番目に遅いタイムでした。こうした傾向からも今年は例年以上にパワーやスタミナが求められるレースになるとみて予想を組み立てていきたいと思います。それではここからは競馬女子白雪の予想です。本命はレッドルゼルにしました。主役不在のレースで力も拮抗しているのでかなり悩みましたが、最も不安要素が少ないのはこの馬だと思います。レッドルゼル自身は過去に3度このフェブラリーステークスを経験していますが、時計の出る重馬場よりも両馬場で行われた21年と23年で共にいい競馬を見せてくれています。特に去年はラスト4ハロン目のところでラップが12秒5まで緩んだのですが、ここでうまく前方につくことができスムーズに外から伸びて2着に食い込みました。ペースが流れやすい東京のマイル、そしてスピードよりもパワーが求められる両馬場というコンディションはこの馬に向くと言っていいでしょう。また前走の武蔵野ステークスでも
3着には敗れたものの、同じような条件下でいい末脚を見せてくれました。夏場の熱中症の影響もあったようなので、状態面では間違いなく上昇してくるでしょうから、レッドルゼルの4度目の正直に期待したいと思います。そして対抗はキングズソードです。東京のマイルについては未知数になりますが、基礎スピード、パワー、スタミナともに高いレベルにある一頭だと思います。取り上げたいのは3走前のアソステイクスで、両馬場の小倉 1700m で勝ち時計1分42秒0というハイレベルなレースでした。ペースとしても前半から流れた中でしたが、キングズソードは6番手からレースを進めたのにもかかわらず、上がり最速の末脚でしぶとく突き抜けました。個人的には岩田未来騎手に2週連続で振られてしまっているので、なんとかこの大舞台でいい結果を出してもらえるよう応援したいと思います。続いて黒三角はタガノビューティーです。前走のネギシステークスでは本命を打っていたのですが、このレースは度外視できるものだったと思います。スタートで立ち遅れてしまったのはもちろん、前半4ハロン48秒3という時計は過去10年で見てもダントツに遅いタイムでした。さすがにこれを後方から直線だけでというのは無理がありすぎましたね。東京のマイルについては武蔵野ステークスでいい結果を出してくれていますし、例年通りにペースが流れてくれれば最後の1ハロンでまとめて差し切るようなシーンもあるかもしれません。そして白三角はご覧の通り、デュラエレーでは東京マイルの流れについていけるかが鍵になりそうですが、能力的にはチャンスは十分だと思います。また人気どころのウィルソンテソーロ、オメガギネスは適性的にも能力的にも十分足りるでしょうから、押さえておきたいと思います。そして石風、アルファマムの2頭はペースが流れてくれれば展開が向くでしょうから、面白い存在だと思います。それでは最後に買い目の発表です。まずは弱気の白雪から。こちらはレッドルゼルとキングズソードの副賞2点でいきたいと思います。そして強気の白雪、こちらは3連複のフォーメーションで、1投目にレッドルゼルとキングズソード、2投目にタガノビューティーとデュラエレーデを含めた4頭、3投目に残りの白三角4頭を含めた計24点で勝負します。以上、ご視聴ありがとうございました。競馬女子白雪頑張れと思ってくれた皆さん、ぜひグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。